長野久義は、佐賀県宮城郡木山町出身のプロ野球選手。宇と右内ち。広島東洋カープ所属。妻は、テレビ朝日アナウンサーの下平さやか。佐賀県木山町立木山小学校1年生の時に、地元の少年軟式野球チーム、木山バッファローズに入部。6年生時に首相を務める。木山中学校時代は、 九州公式少年野球協会フレッシュリーグ所属の畜子のドリームズに在籍。月谷学園高校へ一般入試で入学し、2002年の春季九州地区高校野球大会ベスト4に進出。プロの誘いはあったが、日本大学生産工学部マネジメント工学科へ進学、公式野球部へ所属。2年時までは三類種だったが、打撃力を活かすため、 三年次となる2005年の東都大学野球春季一部リーグ戦から中堅守に転校。また、長野は外のスライダーを振ってしまう癖があったため、野球部の後輩にアドバイスを受けて、あえてホームベースから離れることになる。離れることにより、バットが届く球ならストライク、届かないならボールと見極めることで弱点を克服した。 4年児となった2006年に急成長し、春季は12試合出場、打率。489、首相を務めた秋季は13試合出場、打率。404で1995年秋、1996年春の高須洋介以来となる2期連続首位打者となり、ベストナインにも満票選出された。強権、瞬速を兼ね備え、プロの注目を集めた。 同年秋の日米大学野球選手権アイブフインターコンチネンタルカップ2006年アジア競技大会に日本代表として出場。東都大学リーグ通算87試合出場290打数85安打打率29310本塁打40打点。同年秋のドラフト会議で北海道日本ハムファイターズから4巡目指名を受けたが 読売ジャイアンツへの入団を熱望していたことから入団を拒否。2007年に本田技研工業へ入社。同社のノンプロチーム、本田公式野球部へ入部した。本田では第62回ジャバ東京スポニチ大会で社会人デビュー。主に3番右翼手としてチームのベスト4入りに貢献し、同大会で新人賞。また4月の 第55回ジャバ・シズオカ大会では準決勝で先制本塁打を打つ活躍が認められ、大会最優秀選手に選出された。2008年、ドラフト会議で巨人以外に指名された場合は、プロ入りせず会社に残留する意思を固めていたが、巨人以外でも入団するとの情報を得ていた千葉ロッテマリーンズが2巡目で強行指名。 当日のボビー・バレンタインとの面会を拒否し、11月25日の入団交渉後、12月3日に入団拒否を明らかにした。翌日にロッテ球団側に直接入団拒否を申し入れ、球団側も了承。ホンダ残留が決定し、2009年のドラフトで巨人の指名を待つこととなった。2009年2月5日、巨人は長野に ドラフト1位指名する方針を公表した。ホンダでは第80回都市対抗野球大会で打率579の活躍で首位打者を獲得。チームを13年ぶりの優勝に導いた。10月29日のドラフト会議では巨人から確約通り単独1位で指名を受けた。ドラフト指名を2回拒否して3回目の指名を受けたのは 巨人の先輩にあたる岡本光以来となった。直後、原達則と対面し、二岡智博の遺跡でき番となっていた背番号7のユニフォームを手渡された。11月23日、契約金1億円、出来高払い5000万円、年俸1500万円で契約合意。同日、東京ドームで行われたジャイアンツファンフェスタで入団発表を行った。 巨人時代、2010年4月4日、松田スタジアムにて2010年、新人号同時主トレで、柔軟性、持久力には課題を残すものの、打撃で、鋭い打球、守備練習で快速を披露し、信頼を得る。オープン戦でも結果を残し、同期の土本京平、市川智也と共に開幕一軍を決めた。三月十六日の東京ヤクルトスワローズとの開幕戦で、 左翼手として、守備から途中出場し、プロ入り初出場を果たす。3月28日のヤクルト戦で2番、中堅手として、プロ入り初の先発出場を果たした。その後は6、7番を中心に起用されたが、8月以後は、不審に陥って、先発落ちが多くなり、9月17日、不審でプロ入り初の2軍降格を経験した。終盤には、 坂本隼人に代わって1番での出場を経験するなど、4、5番を除く、全打順での先発出場を経験した。10月8日のヤクルト戦は、勝てば2位負ければ3位が決まる試合であり、9回裏1、四万塁で打席が回ってきたが、三振に倒れた。1年目は128試合に出場し、打率、288.19本塁打を記録し、 規定打席にも到達した。19本塁打は1998年の高橋、吉信と並び、巨人の新人では3位の記録だった。また、新人王を獲得し、前々年の山口哲也、前年の松本哲也に続き、3年連続の巨人からの新人王となった。2011年4月12日のヤクルト戦で6番、中堅守として、 プロ入り初の開幕戦に先発出場し、押本武彦から3点本塁打を含む5打数3、アンダー5打点の活躍を見せた。7月14日の阪神タイガー,アース戦では、前日の死球の影響で先発を外れたアレックス・ラミレスに代わり、巨人軍第75第4番として出場を果たした。終盤は、阪神のマット・マートンと、熾烈な首位打者争いを展開した。 10月22日の横浜ベイスターズ戦では1点ビハインドの9回裏虫満塁の場面で山口春から NPB 史上8人目となる大打撃転サヨナラ満塁本塁打を記録し首位打者を獲得した巨人の入団2年目での首位打者は1959年の長島修行以来52年ぶり3人目また 巨人の選手の首位打者は2009年のアレックス・ラミレス。以来2年ぶりだが、日本人選手に限定すると2001年の松井秀樹、以来10年ぶりで、日本人右打者だと1971年の長島、修行以来40年ぶりであった。また、サヨナラ賞を受賞し、セリーグ通算1000本目の満塁本塁打となった。統一球導入の影響により多くの選手が、 打率低下に苦しんだが、打率316、17本類だ、オプス847と好成績を収めた。また、自身初となるベストナインとゴールデングラブ賞を受賞した。2012年、2年連続となる打率3割を記録、20盗塁、出塁率382を記録した。また、同僚の坂本隼人と最多安打を獲得し、 一番打者としての役割を存分に果たす活躍を見せた。最多安打により入団以来3年連続でタイトルを獲得、また2年連続でベストナインとゴールデングラブ賞を受賞した。ポストシーズンも絶好調でクライマックスシリーズ初戦から北海道日本ハムファイターズとの日本シリーズで巨人が日本一を決めるまで全試合で安打を記録した。第二戦では 決勝の初回戦闘打者本塁打を打った。日本塁打を打つなど攻守にわたって活躍し、優秀選手に選出された。11月6日、侍ジャパンマッチ2012、日本代表 VS キューバ代表の日本代表に選出された。さらに12月4日に、第3回 WBC 日本代表候補選手34人が発表され候補入りした。2013年2月20日に、 第3回 WBC 日本代表選手28人が発表され代表入りした。主軸として期待されたが強化試合から不審に陥った。長野は打てなくてピーピー言われているが本番に入ったら任せてくださいと意気込んでいたが本戦でも不審が続き打撃コーチの辰波和義からも打席で迎えに行っている。練習で しっかり修正してもらいたいと苦言を呈された。当初は先発起用されたものの、最後の試合となった決勝ラウンドなど後半は、先発から外れることも多く、最終的に打率、222に終わったが、出塁率、364、チーム3位体の6打点を記録した。5月15日のロッテ戦で、セスグライシンガーの打球を素早く処理して一塁で封殺し、 巨人では1988年の両秋らし以来となる右頃を記録した。前半戦は打率259と長く不振が続いたが、後半戦は打率313と復調を見せた。8月29日の阪神タイガー,アース戦では松田両馬から自身2度目のサヨナラ本塁打を打った。9月12日の DNA 戦ではトニーブランコ。 10月2日のヤクルト戦では、打者走者、松岡健一を一塁で封殺し、シーズン3度の右頃を記録した。シーズン3度の右頃は、球団では、中島春安以来70年ぶりだった。前半戦の不振もあって、入団以来続いていたタイトル獲得は、途切れ、3年連続3割も逃したものの、3年連続で、ベストナインとゴールデングラブ賞を受賞した。 2014年6月に月間打率357を記録し7月下旬から8月初旬には4番を務める試合もあったが先発落ちや代打を送られての交代も経験した8月13日の阪神戦から8月21日のヤクルト戦までの8試合で3本塁打7打点と調子が上がり始めたが8月21日の試合で右膝を負傷し 右膝関節座礁と診断され、以降9試合スタメンから外れた。11月19日に右膝半月板の修復手術と右肘のクリーニング手術を受けた。2015年、このシーズンは絶不調でスタメンから外れることも多くなった。ボール球によく手を出してしまうことで原監督から視力検査を受けるように指示されたことも報じられた。不調は終盤まで続き、 本類打数は前年を上回ったものの、打率、安打、打点、出塁率、盗塁などほとんどの部門で自己アーストの成績に終わった。2016年、村田修一に代わり選手会長を務めることになった。8月16日、出場選手登録期間が7年に達し国内、FA 権を取得した。6月から約1ヶ月ほど4番を務めるなど3年ぶりに、 全試合出場を果たし、安打数や打率は、前年を大きく上回ったものの、11本塁打、42打点はいずれも、自己アーストの数字に終わった。2017年、オープン戦からの打撃不振や制裁を欠く守備が、開幕から目立ち、春先はスタメンから外される試合もあった。後期での凡退が1年を通じて目立ち、自己アーストの17個の閉殺打を喫し、 得点圏打率も204と低い数字で打点は2年続けて50にも届かなかった。巨人時代2018年、序盤は不審に陥り先発を外されることが多かったが、8月は打率473と復調した。8月末に背筋痛を訴え4年ぶりに出場選手登録を抹消されたが、約2週間で復帰。 9月28日の DNA 戦では、自身5年ぶり3本目となる、サヨナラ本塁打、9月30日の広島戦では、サヨナラ的時打打ち、チームの土壇場での CS 出場に貢献した。序盤の不調や離脱の影響でプロ入り後初めて規定打席に届かず、116試合の出場に終わったが、球団では、長島、原に次いで、歴代3位となる。 入団初年度から9年連続100安打を達成した。2019年1月7日に FA 宣言した広島東洋カープの丸加工が巨人に移籍したことによる人的保障として広島東洋カープに移籍することが巨人球団から発表された。同年1月23日に日本野球機構からの移籍選手工事が行われる。 2019年1月23日にマズがズーム、ズームスタジアム、広島内で入団発表記者会見が行われた。背番号は5に決まった。オープン戦から2010年のルーキーイヤー以来、守っていなかった左翼手の守備に挑戦した。開幕直後は左翼手で先発出場したものの、左投手が先発の時に出場機会が限られた。 こともあって、なかなか調子が上がらず、7月には、再調整のため登録抹消された。サビエル・バティスタのドーピング問題による、出場停止もあって8月下旬に一軍、登録されると、次第に調子を上げ、左投手が先発の時には4番を任された。9月は、月間打率3割を超えた。しかし72試合の出場で打率、255本類だ。 20打点とプロ入りして初めて出場試合が100未満、本塁打も2桁に届かず、投類も例に終わった。2020年は開幕戦の先発出場こそ、逃したが、中堅守のレギュラーである西川龍馬が故障で離脱した時には、中堅守として先発出場した。西川が復帰すると、主に代打として前年を上回る99試合に出場し、打率。 285、10本類四42打点、1盗塁と前年を上回る成績を残した。さらに、代打打率はチームメイトの坂倉の346を1割ほど上回るリーグ1位の440を記録した。2021年も開幕1軍入りしたが、5月20日に新型コロナウイルスの PCR 検査で陽性判定を受けたことが発表され、 5月21日に感染拡大防止特例2021の対象選手として出場選手登録を抹消された。ヒットゾーンが広く、ボールゾーン打率がリーグ平均を大きく上回る。打者ボックスではホームベースから離れて構える。これは外角のスライダーの見極めに難があったためで、ホンダ時代にコーチの助言で離れて立つようになった。 内角のボールは鋭く踏み込んで、レフトに、外角はライトにばく、広角打法を持ち味とする。2012年までの通算の対左打率、289に対しタイミング打率、305と、右打者ながら、右投手に強く、特別苦手とする球種もない。本人は、犠牲バントを課題に挙げており、犠打数は2015年の5がシーズン最多となっている。 基本的に打率280、15本類打、50打点、10盗塁前後の数字を毎年コンスタントに記録できる打者であるためかチーム状況に応じて複数の打順で起用される傾向の強い打者である。実際2013年は4番、9番を除く全打順2014年は2番を除く全打順2015年は2番、9番を除く 全打順と7つ以上の打順で起用されるシーズンが3年、続き2016年は1番、3番、4番、5番、6番と5つの打順で起用された。そのため2016年のシーズンオフには長野の起用法や打順が一定しないことを懸念する趣旨の記事がスポーツ日本において書かれたこともある。総類面では50メートル5.8秒。 右打者ながら一塁到達3.97秒を記録する瞬足である。守備では右翼手と中堅手で起用されている。主に右翼手として起用された2010年はリーグの外野手中最多失策を記録、ザーはマイナス4.9を喫し、シーズン後にプロに入る前は守備と走塁はできるかなと思ってたけど、ダメでした。来シーズンは頑張りますと語った。 翌2011年は主に中堅守として起用され、毎試合前に、大西隆行き前や守備コーチと、補給、送球動作について、確認を行い、ゴールデングラブ賞を受賞。2012年は前半戦は中堅守、後半戦は右翼守としてプレー。2年連続でゴールデングラブ賞に輝いたが、中堅守でのザーマイナス1.3、右翼守でのザーマイナス6.8と、 いずれも平均を下回る数値を記録。早急面では、遠藤120メートルの強剣で、2013年には強剣を活かして、シーズン3度のライトゴロを完成させた。動体視力が良く、ルーキー時代の身体能力測定の、新視力測定では、一流アスリートが100人やっても1回出るか出ないかと、言われている誤差0を2回計測した。 スロースターターの傾向があり、プロ入りした2010年以降、毎年6月以降に打率を上げていく。愛称は、長さん。巨人時代にチームメイトだった坂本隼人とは、共に攻撃の、よう、チームの顔として、マスコミから、坂町コンビと称されていた。2012年には、前述の通り二人で、最多安打のタイトルを分け合っている。 球回一の気配りができる男と称され、多くの選手たちから慕われている。広島に移籍する際、球団から背番号5と9を打診されて、ご選択した。その理由は、現役時代に9を背負った監督の尾形光一の秘蔵っ子であり、前年まで9を背負った丸加工の後継者として期待される、野間俊幸に長野自身が配慮したためである。 外国人選手に対しては、英語やスペイン語を駆使して、積極的にコミュニケーションをとっている。広島時代には、同僚のホセピレラが、韓国球界のサムスンに移籍が決まると、サムスン OB ーーで、巨人時代の同僚であった李ショに連絡を取り、よくしてやってほしいと頼んでいる。ありがとうございます。